今日ご紹介したいのはこちらのエバーノートというソフトです。それでは早速タップしてみましょう。この一番下にあるボイスノートというところを押します。はい、下にこの赤いレコードと書いたボタンがありますが、ここをクリックすると、喋った音声を iPhone に保存することができるんですね。それでは早速押してみます。押した後にこうやって喋っていると、5分間の音声を iPhone に保存することができるんですが、途中で止めたい場合はこちらのストップというボタンを押します。それでは押しましょう。そしてプレイボタンを押すと、押した後にこうやって喋っていると、5分間の音声を iPhone に保存することができるんですが、はい、これで良ければ右上のセーブボタンをタップ。こちらの画面で今録音した音声のタイトルを入力したり、メモを文字で追記することができるんですが、ここではこのままセーブボタンを押します。はい、これで今の音声メモを iPhone に保存することができたんですが、実はこのソフトがすごいのはこれではないんです。ちょっと電源切りますね。実は今セーブした瞬間に、このインターネットにも音声ファイルが同時に保存されているんですね。このエバーノートというサイトにアクセスして、自分専用の画面を見ると、今こうリロードしますね。はい、今録音したばかりの音声ファイルがここにもう保存されています。クリックします。そして再生ボタンを押した後にこうやって喋っていると、5分間の音声を iPhone に保存することができるんですが、はい、このようにすぐ、インターネットのブラウザー上で自分の音声メモを確認することができるんですが、この音声メモを再生しながら、例えばこのエディットボタンを押してタイトルを書き換えたり、このメモに、この音声ファイルの内容について、例えば文字でメモを追記したりすることができるんですね。これは非常に便利です。今日ご紹介したのはエバーノートでした。